釣りハードモードの皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、10秒ノットをね、組んでいきたいと思います。こちらリーダーのですね、30ポンドですね、8号になります。そしてこちら PE の 1.2 号になります。これをね、10秒ノットで組んでいきたいと思います。まずですね、リーダーをですね、20センチほどのね、長さのところからね、折り返していただいて、大きい輪を作ります。大きい輪を作っていただいてですね、まあ、先糸からね、5、6センチのところでね、一回持ちます。このように、ね、持っていただいて、輪っかを作りますね。でこの輪っかにね、同じくね、PE をね、まあ、20センチほど出していただいてね、まあ、持ったとこからね、出していただいて、重ねます。PE の本線を重ねますね。こちら先糸。そしてね、この PE がね、短ければね、やりにくかったら、引き出せばね、いくらでも長くなりますからね、ここを持っていただければ。そして持ち替えていただいて、このね、輪っかと PE の本線に10回巻きつけます。10回巻きつけて、この輪にね、通します。この PE の先糸をね。それでね、やってみましょう。まず重ねていただいてね、折り、PE の、本線のヒゲの部分だけをね、折り返していただきます。本線を折り返す。ここでね、折り返してますね。折り返して、輪っかと PE の本線。このね、束にしていただくとやりやすいと思います。束にしていただくとやりやすいですね。そして、ヒゲをね、10回巻きつけます。1、2、3、4、5、6。7、8、9、10回巻きつけていただいたら、まあ、離して結構ですのでね、ほどけませんので、この輪の中ね、初めに作った輪の中にね、リーダーの輪の中に、P のね、先糸を入れます。入れていただいたらね、本線と、先糸を持っていただいてね、リーダーの方もね、本線と先糸を持っていただいて、ゆっくり引きます。ゆーっとゆっくり引いていきます。そうするとね、結び目がね、徐々にできていきますんでね。ある程度のね、結び目ができたら、ここを濡らしましょう。摩擦抵抗がね、強いんでね、摩擦熱が発生してですね、弱くなるんで、水をつけてね、潤滑させましょう。そして、このままね、ギュッと引きます。そして、PE の本線とリーダーのね、本線。本線同士をね、ギュッと引きましょう。引くとね、結び目がですね、半透明になってですね、ちょっと色が変わってきます。色が変わったらね、締め込みの終了です。これでね、10秒ノットをね、完成になるんですけど、まあ、ヒゲを切っていただければね、余ったラインをね、全部切っていただければ完成になります。でね、リーダーの、まあ、いらない部分ね、この、ヒゲの部分は、カットさせていただきます。これはね、まあ、根元の方からね、カットしていただいて結構です。ここにね、気になる方はね、ライターで炙っていただいても結構です。でこちらのね、今度 PE のヒゲなんですけど、細い、非常にね、コンマ3とかね、コンマ4の非常に細いラインを使う場合はですね、1回しかくぐらしてないんでね、ちょっと不安が残るんで、ハーフヒッチをね、ここでしとくとね、非常にね、すっぽ抜け防止になります。本線に対してね、ヒゲでね、ここで、細いラインの場合ですね、ハーフヒッチをね、2回ほどね、2、3回、まあ、していただければ結構だと思います。本線に、輪を作っていただいて、この輪の中に先糸を通していただいて、先糸をね、引っ張って、リーダー側にね、引っ張ってください。ギュッとね、この本線をリーダー側にギュッと引っ張って。そうするとね、すっぽ抜けの防止になります。で、余ったラインは、カットしましょう。
こちらでね、10秒のとも完成です。さらにね、不安な方は、まあ、こういったね、まあ、気になる方ですよね。このピーのひげのね、残った部分。これ他のね、部分に当たらないようにですね、まあ、ライターで炙ってちょっとコブを作っていただいたりね。リーダーの方もそうですね、同じです。このちょこっと出た部分ね。根元から切っても構いません。こちらはね、折り返してるんでね。まあ、コブを作っていただいて、こちらでね、10秒ノットの完成になります。まあ、10秒というのはですね、まあ、比喩みたいなもんでね、まあ、10秒ぐらいの速さのスピードでね、できますよっていうね、まあ、比喩、例えみたいなもんですね。それではね、皆さんね、またお会いいたしましょう。さよなら。